今回のウィナーは黒の元木、飛龍水面初制覇、通算3回目の優勝。注目ポイントは一定進遅れからの V 際ターンで大逆転、危うくまくられるという状況の中、2年クラスにも一目置かれる旋回力でターンマークギリギリを攻めての誰もがびっくりのミラクル V、 まさにイリュージョン。ついにベールを脱ぐ2年連続トップルーキー、黒の元木の次走に期待だ。